極めるぜ。一緒に。敵は大軍、味方は民兵を含む寄せ集めだ。この戦、策を持って迎え撃つのがよかろう。戦を長引かせるな。兵糧を焼き、相手の士気をくじけ。やめろ。せっかく収穫した米が。適切な策を使うものだ。急ぎ火元を破壊しておけ。味方本陣は我らに任せられる。民兵を守ることにもご留意願いたい。見てろよ三成、これは俺のやり方で豊臣家を守り抜く。さすがご隠居だ。民が苦労して作った米だもんな。火は消えたか。いらぬ手間をかけさせられたものだ。地の利を持って敵を撃つ。合図せよ。お？出番のようだな。官兵がいたぞ。誰か加勢してくれ。敵の総大将だと。よし、行って仕留めてくれるわ。不平だと。はかられたか。鮮やかなもんだな、ご隠居。優しくて賢くて神に慕われるのも道理だぜ。その剣に敵はないぜ。Thank you.
そうだ。ようやく出てきたか。味方を援護しつつ退けよ。走り続けろ。なんと千代がやられてしまうとは。味方本陣の守りを固め、必要な兵を本陣に回すのだ。開門。我らに恐れをなし本陣守備を優先したが、今のうちに決起城を落としてしまえ。開門。ご隠居様のため頑張らねえとな。しかし前って力が出ねえ。賢者の間、民兵が腹を空かせる頃合いか。速やかに兵糧を送り届けよ。賢者の間、この武勇、あやかりたい。すごいよ、武蔵。すごい切りっぷりだ。こっちの関ヶ原はまだ終わってないか。先に銀千代が戻っていたはずだ。武将がいなくなるくらい面白いよ。当分に一死ぬくいと言うのか。じゃ勝利条件変更。あれはデシゲラも関ヶ原から帰ってきたか。敵将討ち取ったぜ。
かす戦、見事だったな、ご隠居。おかげで俺の目指す道も見えた気がするぜ。思いのほか手間取った。我ながら甘い戦をしたものだ。